ございます。 MTF 塾所50歳の村田美香です。近日すいません、いきなり髪の毛が絡まっちゃいまして、撮り直し、まあいっか、ご愛嬌ということで、近日公開しますよということで、あげました。YouTube 向けの動画のスマホのスクリーンショット、すごい万華鏡みたいに村田理香3人写ってますね。気持ち悪いですね。まあ、お好きな方はお好きだと思うんですけど、で癖はこういう、セットもろくにできないので、垂れ下がる髪の毛を抑えるこの仕草、これがまた美香さん色っぽいよねなんていう風によく言われたりすることも、あるとかないとか、どっちでしょう。何の話でしたっけ。そうなんですよ、 YouTube それが実はこっちなんですよ。この今パソコンの方で再生してる方が、実はその予告の方なんですね。実は今日撮り直しをしてます。なぜ撮り直しをしたかというとですね、些細なことなんですけれども、分かりますかね。多分分かんないですよね。モヘイでのこの撮影の照度ってちょっと難しいんですよ。パソコンの動画と今とのこの動画の違いは、白髪染めをしたかどうかだけの違いなんですね。はい、そういえば磯谷かの YouTube ムービーでも、アワブローネなんという、白髪染めのお話をしてたかと思うんですけど、全く同じ状況で、今日も染め直して、こう一箇所にこうわさわさとかわさわさとかこうわさわさとかって普通出るじゃないですか。普通というか、まあ多いんですけど、そのパターンが私の場合にはですね、まばらに散るんですよ。あっちこっちに飛ぶんですね。それがまたこう髪になびくとキラキラと綺麗なんだか見苦しいんだかよくわかんないんですけれども、見つかるので、やはりそれは恥ずかしいですから、まあ、とはいえ50歳ですから、まあ、自然といえば自然なんですけど、一応ね、まかりなりにも個人様向けではありますけれども、アダルトビデオ撮影モデルを活動をもう8年近くやってますので、そこはやっぱり気にしなきゃいけないなと。もっぱらご依頼をいただくメンバーさんは、男性の方がほぼほぼなんですけれども、ということはその性の対象者として、やっぱりね、老いて枯れてるような、状態よりも、実年齢うんぬんかんぬんはまたちょっと置いといて、内面的にもね、外見的にも少しでも生活経済状況可能な限り潤っている必要性がやっぱりありますよね。これはもう声を大にしなくても、みんな誰しもが心の中に思うことだと思いますので、そこはやっぱり気遣って、はい、という前説から、まずそのわざわざですね、ピアス同じものにしてるんですよ、わかりますか。はい、わざわざ同じものにしてます。これ上も同じものにあえて合わせてます。だって近日予告っていうスクショとなんかね、アクセもね、ファッションも違うとちょっと違和感あるじゃないですか。今この髪の毛一本分かりますか。もうすごく鬱陶しい状況になってるんですけど、これはこっちの髪の毛かな、こっちですね。はい、ということでファッションチェックは、まあ、その同じなんですけども、今日こんな感じで、腰巻きへそ巻きにしてまして、テロテロのソフトプリーツフレアですね。
まあ、これが本当によくこう風に不安、不安、不安と、舞い上がるんですよ。これがまた私の、羞恥心をかきたてる。さほど短くないんですね。というよりも、まず短くないんですよ。ないので、女子高生ばりに くるくるっと腰のところくるくるっと巻き込んで短くしてます。バランスって大事なので、私にとってはこの膝上の、このぐらいかな、このぐらいの長さっていうのがちょうど私の、足がきれいに見えて、全体的なバランスが程よい感じになるというふうに自負してますので、そこに合わせてます。ということでですね、本日の、こっちの方、このパソコンの方に映ってるのはもっと短い、マイクロミニスカートです。本来中にパンツがついている、まあ、パンチラこうして、でも切り取っちゃってますので、大抵私の持っているマイクロミニスカートは、正規の状態では中にパンツがあるものばっかりなんですけど、全部切り取ってますので、まあ、よくね、羞恥プレイとかで、ね、そういうふうな改造ミニスカートとかを奥さんとか彼女さんに履かせて、野外羞恥調教とかって楽しみますよね。よね。楽しんでました。むしろ私はそれを行う側の方で、その度が過ぎて、奥さんに、挨拶、つかされちゃった、逃げられちゃったというふうな経緯があるんですけど、じゃあ今度自分を出しに自分でやればみたいな 消耗がですね、あと残り多分2分半ぐらいになるんですね。10分は一応上限として。リカさんよくモデルモデル言いますけど、そんなに美しいんですか、綺麗なんですか、ナイスバディなんですかというふうに、純粋な質問なのか、あるいはただのケチなのか分かりません。非常に分かりづらい問いがありますのでお答えします。綺麗でも美人でもありません。ナイスバディでもありません。月収13万そこそこで、サチュエーさんですから、じゃない人ですから。サプリも注射もエステもエクステも何もしてない無整形無美容の人なので、プロポーションも決して良くないです。じゃあ何がモデルなのかっていうと、野外羞恥プレイ的な撮影が多いんですよ。多分その様子をもし見かける方がいらっしゃったら、おそらくこう見えると思います。変態カップルの野外羞恥調教デートだなって。それはそうですよね。公衆の面前で、わざわざマイクロミニスカート、改造スカートとかを履かせて、ミニスカートではおそらく取らないであろうような、体勢をわざと取らせて、わざとドキドキ感を煽る、羞恥心を煽る、またそういった状況を一部始終映像や画像に収めて、それをその後の何かしらの時に言葉詰めの材料に使ったりとか、そういったきっと普通にモデルさんとか女優さんでしたら、野外でね、大衆の面前で、私このままこのスカートこのいでたちで、お漏らしを強要されてすることもあったりします。眠いですから。さらにはワンちゃんの首輪をつけて、鎖リードをつけて、そのまま公園をお散歩、公園どころか、そうですね、過去には、某ディズニーランド、あれ言ってる、家族連れファミリーがいる日曜日のディズニーランドで、
マイクロミニスカートピンヒールの出で立ちで、ほとんどお尻のほっぺがプルプルいっちゃうような状況に、首輪をつけてリードで引っ張られて歩き回されるなんていうプレーもありました。さすがに一般的な女優さんやモデルさんはそこまでの仕事って多分しないですよね。でも私はそういうのを言ってみれば専門的に行うモデルと思っていただいて、ですからどんなモデルかっていうと、シチュエーションモデルですね。さらにそういったシチュエーションの時におそらく、魔女心が持つ女性であれば、そう返すであろうリアクション、仕草とか表情とか言葉遣いとか立ち振る舞いとか、そういったものを、私はにじみ出して表現しているので、きっと、M な女性がお好きな方にすれば、そこが納得満足のところに至るのではないかなというふうに思っています。そんなモデルなんですね。そこを勘違いされないようにお願いします。私は決して美人でも綺麗でもありません。そこそこ程度です。ニューハーフという括りの中で生きてますけれども、ね、お金稼ぎに精を出して美容整形に精を出して、セレブ生活をね、謳歌されて、身を取るか花を取るかと言われれば花を取っているニューハーフさんも山ほどいっぱいいらっしゃると思います。きっとそれがそういうセレブ生活をするがためにしたいがためにっていう人生なのかもしれませんけど、私の場合には、男性から女性として愛される生き様、身を取る道を選んでますので、ずっと個人様向けの野外周知撮影モデルをつけております。ということで、皆さんもこんないでたちの私をぜひとも可愛がってください。はい、ということで、かなりオーバーしましたけれども、近日予告してました、本来の映像は奥のパソコンで撮り直しが今の映像です。今日の、おしゃべりはここまで。はい、ではエンディングトークです。MTF 熟女、50歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。